博士課程の終わり頃にあるその指導教授の一人に言われたのは、愛人と言って、彼が言ったのは、そのここ3年間ぐらい自分は研究ばかりしていて、あまり教育をそのシラバスを新しく来てこなかったと。で、この秋からは政治行動論の科目を体系的に教えるので、少しシラバスを支援すると言って、彼が9月に言ってたんですが、6、7、8に何をしたかというと、3ヶ月間毎日、論文を読んで300本読んで、最先端 の、 その学術論文を300本読んで、で約150本ぐらいを、多分あの課題に10週間のクォーターの中 で、 課してたんですが、そのうちの75分ぐらい入れ替えた、300読んで75分ぐらい入れ替えたって言って、すなわちその最先端の研究がどこに行ってるかを過去3年間は自分の分野は分かるけど、それ以外 の、 その自分の教えてる分野が甘くなってたから、それをやったということを言いました。で、そのことを聞いてすごくショックを受けたんですね。で、その自分が習った先生がこんなに努力してるのかということをまだまだと思ってきちゃったりました。で、こういうことを言うと、私の教えてる学生今この中にいるので、先生何もしてないじゃんって言われちゃいそうなんですけれども、そういう意味では私自身も忸怩たる思いがありますが、なぜそれができたかというのは、それだけの濃霧というか、やらなければならないという気持ちと、それから科目の負担が少ない、少ない担当科目数なんですね、アメリカの大学の姿は。先ほど吉田先生もアメリカの大学では設置科目数が少ないという話がありましたが、設置科目数が少なくて教える教員の担当科目数が少ない代わりに、1科目に投入するエネルギーがものすごく多い。で、その代わり学生もめちゃくちゃに勉強させられるということだと思いますが、そういうこともありました。で、それに対して我々はどう考えるのかというのは、やっぱりまさに文部科学省の、中でも中央教育委員会で各大学から全国から集まってくる先生方もそういう危機感を持ってますし、また企業の方からも相当厳しい言葉をいただいていますし、学生さんからもそうだと思います。我々自身も変わってなければならない。今橋本先生の話の中でも、その、学生抜きに我々だけで教育を考えても意味がないというのがありましたので、これから少しダイナミックに話を展開できればと思うんですが。